様、おはようございます。キスジャガーです。2020年1月10日金曜日7時18分です。おはようございます。現在舞鶴若狭道、北行き敦賀方面行きですね。錦のサービスエリア出発しました。制限速度80キロです。現在地が27キロポスト。7時18分今から湯村温泉の方まで行きますので、北近畿豊岡道をご紹介したいと思います。神田笹山口を過ぎて錦サービスエリアを過ぎて次ですね、春日の春日インター。春日インターは出口と、北近畿豊岡道に行く方と2つございます。北近畿豊岡道だけ紹介するんであれば春日からやったらいいんじゃないのということなんですが、まあまあその北近畿豊岡道は入るまでも一応ひっくるめてご紹介したいと思います。丹波第一トンネル2360m。 今日はちょっと目的地の天気とか気温とか何も調べんと来てしまったんですが、おそらくね気温氷点下っていうことはないんですよ。あったかいんですよね多分ね。今の時点で5度ぐらいはあるんじゃないでしょうかね。でお昼近くになりますと多分10度ぐらいまで上がるんじゃなかろうかと思うんですが、まあこの時期はもう一応湯村温泉行く手前に八北のスキー場とかもありますのでね、スキー場があるぐらいですから、まあ冬のウィンタースポーツやるような場所ですから、まあ雪が積もっててもおかしくないっちゃおかしくないんですけれどもね。丹波市に入りました。福知山まで22キロと書いてございます。あー高速道速度条件、そう高速道速度条件、まあ、ブレーキ踏んで70キロまで落としたやんか。もう何が超かやろ。この車古いんでね、超過してなくても超過って言うんですよね。一応80キロの制限速度の道路なんですが、高速道速度超過と言われてるから90キロも100キロも出しておるかと言いますと、そうではございません。私の車75、6キロあたりから、高速道速度超過言われてしまうので、72、3キロで走らないといけないみたいな、そんな感じですね。要するに会社がつけた足かせです。なのですみません、80キロの道路で70キロぐらいでちんたら走りやがってと、ね、
思う方も多々おられるんで、あの抜いていくときにもうわざわざ幅寄せして抜いていったりとかで、いろいろ攻撃を受けるんですけれども、仕方がないんですよ。80キロのところは80キロ出せないんですよ、うちの会社は。すいませんね。4.3% がきついな、坂が。もうずっと減速かけてんのにブレーキ踏まな止まらへん。処理されてしまってオーバーしてないやつまでオーバーと言われてしまうので、あれですね、もう何やったら70以下ぐらいで走ろうかぐらいの感じですけど、オートクルーズ74で設定してましたが72まで落としました。ちょっとおよそ2キロ先分岐を4秒以上高速の速度強化やってしまうと始末書書かないかんので、シビアに行きたいと思います。カメラ結構小刻みに揺れてるかな、これ。本日の車両、日野の大型トラックです。日野です。うちの会社に日野自動車は大型トラック1台大型トレーラー1台2台しかないんですよ。でなかなか当たらないんですけどもね、まあ、トラックもトレーラーもどっちも古いです。ものすごく特に今日乗ってるやつもエンジン乗せ替えてあるんで、エンジン自体はね 61,818 キロしか走っておらんのですが、まあ車体自体は150万キロ近く走ってるんじゃなかろうかと思います。左方向です。はい、そんなことはどうでもいいね。7時25分 35.3 キロポスト、舞鶴若狭自動車道敦賀方面行きです。 35.4 キロポスト、まもなく、春日の出口、春日の出口、まもなく分岐を左方向です。この左ちょっと広くなってるとこ、ここチェーン巻いてくれっていうような場所やったと思います。この左の路肩広いとこね。はい、お待たせしました。36キロポスト7時26分春日インターです。春日インター降りてすぐ、あの右手に道の駅ございます。この先合流があります。注意してください。その先料金所です。まあ、道の駅の紹介はいいね。もう回しもんじゃない。ここちょっと合流注意してください。一番左に ETC ないからね、これが危ないね。はい、春日インター出口料金所です。左側が出口、右側が、東坂トンネルとか行く方、北近畿豊岡道、この2車線の広い方が北近畿豊岡道の方です。より早く、より近く、より便利に。平成29年3月25日、日高神鍋高原インターが開通。あ、もうこれあれか、終点のことか。開通した後やな。はい、なんだっけ、春日インターの入り口です。一般道から乗ってくる分です。はい、ここから制限速度70キロ、70キロも出していいやっていう感じですよね。出しましょう、出しましょう。しかし、継ぎ目のたんびにボコンボコンと跳ねるんですけどね。コーヒー飲んだり、耳かきしたりとかね、そういう方は注意してください。まあ、運転しながら耳かきしなくてもいいですけどね。ああ、もう跳ねるわ、跳ねるわ。
おかしな。70キロポスト、これはどこから70キロなのかっていうのはまた調べていきましょうか。八日陽の線より先なのかなという気はしてますけどね。氷上まで5キロ、青垣16キロ、朝子が37キロ。対面通報になりました。7時28分、 69.4キロ。ポスト70キロです。パーキングエリアちっちゃいやつあるんですよ、あの氷上にね。まあトイレと自動販売機ぐらいはあったかな。まあ綺麗なところなんですけど、まあちっちゃいところです。トラックもね、そんな10台も置けるようなところじゃないと思うんで、乗用車もそんな20台も30台も多分置けないと思いますね。まあ寄りませんけども、あの通りがかりで、あの見えると思うんで、カメラで。国道483号線と書いてある。石材トンネル 190m。谷トンネル 990m。 7時30分になりました。7時30分、私の目的地まであと87キロ。まだ1時間半から2時間ぐらいかかるかな。ここから遠いね。ここまで来るのに1時間半ぐらいかかってんのか。ただ3時間は超えてしまうんですよね、そんな湯村温泉まで行ってしまうと。まあもう鳥取の方が近いっていうところ、そこまで行きますんでね。66.6キロ、ポスト7時31分。現在の気温3度ですね。凍結はしておらんけれども、雪もないか。雪もないね。まあこの時期ですと気温3度は比較的暖かいのかなと思います。横田トンネル 470m。 はい、引き続き気温3度です。速度70キロ。まもなく氷上の出口、出口のところにパーキングエリアございます。これがね、どうなんやろ。パーキングエリア入った車は出口使えるか。使えそうな感じやね。パーキングから本線復帰可能です。パーキングから出口も、このパーキングはだから出口行く方も本線行く方もどっちも使えるということですよね。まあ、今のが氷上のインター、氷上インター。7時33分、氷
上インター入り口です。64キロポスト、だんだん減っていきますねこれね。ということはどういうこと？どっからなんやろ。 63.8、 60キロ先って何があるんやろ。まあいいか。この道路何回かね、こうやってあの右車線がなくなって左車線に1車線に絞り込みます。私の車も一応70ぐらいでオートクルーズかけてるんで、そんなに遅いわけじゃないんですが、今日は来なかったけどね、あの本当にこの杭がいっぱい売ってあるでしょ、この赤と白のしましまのやつが。これ売ってるもうスレスレまで来てね、無理やりあの目の前を打ち当てに来るぐらいの感じで、あの終わり込みかましてきますからね。あのそういうマナーの悪い運転はやめてください。気温2度ですね。気温2度、加古川やってる、あの加古川かな、加古川市の加古川かな。これもうだいぶ ここまで上流まで来るとこんなに細いんやね、道じゃないわ、川が。川幅20メーターもないんちゃうかな。青垣まで8キロ、山東まで21、朝子まで32キロ。朝子のあたりが和田山かな。和田山のインター降りて左曲がってちょろっと行く感じやったかな。あの雲海のあるあの何やったっけ、あの城跡が、和田山城かなんか城跡がありますよね。あそこの遺跡というか城跡というか観光名所ね。まだ行ったことはないんですけども、近くに配達は何回も行ってるんですけどね、まあ、和田山で降りられるとそういう観光地にも行けるんじゃないでしょうか。あと和田山は和田山竹中区って、あのなんか家具が有名。あと何やろ、和田山からね登っていって豊岡の方向いて行ったら錦鯉とかがやってる、あの有名なんかな。そんなんの養殖場みたいなのがあるかもしれません。あんまりその辺は詳しくないんで言わんときましょうか、ね。北近畿豊岡道制限速度70キロです。カビインターから、青垣とかの方向に走ってます。まあ、豊岡方面行き。まもなく60キロポスト。この60キロは八日氷ノ山なのか、その先のあの神鍋高原やったっけ、高鍋高原やったり、なんかあのそんな名前の終点があるんですけれども、その終点まで行ったところでまだちょっとね、豊岡まで何キロかあんのかなみたいな、5キロ10キロあるんじゃないですかね。高速降りてからもまあ結構遠いんですよ。だから日高市街地、市街地のあの中心地まで攻めて引っ張ってほしいなと。あわよくばその先のあの城崎温泉ぐらいまで引っ張ってほしいなと思うんですが、はい、国道483号線と書いてございます。国道483、北近畿豊岡道は、はい、59キロポスト。有料やったような気がするけどね、かな、遠坂トンネルだけかな、有料な。ここ今現在走ってるのが有料か無料なんかちょっとよく分かりません。まあ、自腹切ってるわけでもないし、まあ、自腹切っても ETC で通ったらね、あのどこが有料なんかとかそんなに考えて走らないですからね。
配達はね、もう三軒おろしで一発で終わりです。もうまたあの神戸とかに帰って二発目つくよとか、そんなことはございません。もう 片道切符というか、もう気楽にもうこれおろしたら今日の仕事終わりなんで、あとは安全運転で会社が帰るだけなんですけどもね。今から行くのは湯村温泉、2軒目が霞の漁港、3軒目が久美浜のちょっと隣の町ですね、はい、青垣の出口まで 2.5 キロ。これは何だ、沼クリスノトンネル360m。7時40分です。この道の駅青垣というのは一般道に1回降ります、下に降ります。お、気温5度やって、さっきまで2度やったのに5度やって、なんで3度も上がんねんやろ、どうなってんのって感じですけどね。55.5キロポスト、車線余計やわ、嫌やわ。青垣出口を過ぎますと有料になります。ということは今まで無料やったということですね。55キロポストで7時41分、およそ300メートル先有料道路入り口です。青垣の出口出られますと道の駅青垣がございます。まもなく有料道路入り口です。54.4キロポスト、青垣出口7時41分、この先合流があります、注意してください。全ての車に抜かれたから今後ろ何もいません。青垣の入り口54キロポスト、7時42分、制限速度70キロ。ここから、東坂トンネルで有料区間に入ります。東坂トンネル越えたらまた無料やったかな、多分区間料金でね、あの距離料金とか関係ないと思う。一発お金払ったら終わりかな、はい、ここまた絞り込みでしょう。あの対向車線はもう渋滞くらいずらっと並んでるけれども、ああやって並んでたらね、もう無理やり本当にこじ開けようとしてね、こうこっちにブレーキ踏ましてまで無理やり前あの抜いていこうとしようんですよね、まあ、そんなことをしてもあのすぐ目の前でゆっくり走ってすぐ追いついてしまうみたいな。53キロポスト7時43分、危ないことはやめておいてください、はい、三島インターまで11キロ、和田山まで17キロ、豊岡55キロ。52キロポストくらいでその先55キロということはどういうことやろう、ね、3キロで豊岡市街に行くかって言ったら行かへんと思うけどね。沢のトンネル320m、トンネルがね、6つぐらい連続するところが出てくると思うんですよね。52キロポスト7時43分、北近畿豊岡道の東坂トンネルの有料
路区間に入りました。制限速度70キロ、中佐治トンネル340m、 あと4つ。上トンネル 240m、 51キロポスト7時44分、 200m とか。こんなトンネルいちいち何個やあと何個やで気にせんでええと思うけどね、なんか意味あんのかな。田舎行くとトンネルばっかりやから別に6個くらい続いたって珍しくもなんともないんですけどね。国道483号線、一応この区間は有料区間ですけどね。向かいトンネル 170m、 トンネル跡3つ。50キロポスト7時45分、あと2つ。山垣トンネル 660m、 これちょっと長い。7時46分、北近畿豊岡自動車道豊岡方面行き、制限速度70キロです。現在有料区間、東坂トンネルの区間となっております。東坂トンネルだけね、極端に何キロかある長いトンネルなんですよ。持ってないね、下見てもね。そしてあれか、ちょっとカメラ向こう向きすぎか、もうちょっとこうしようか。和田トンネル 300m、 48キロポストで7時47分。最後の親分、有料区間となったゆえん、東坂トンネルが長いと思います。 3-4キロあんのかな。しばらく通ってないと忘れました。その前に東坂インター、注意してください。有料道路起点、こっから有料ですね。でもまあ出口がなかったので、もうさっきのところから強制的に有料やということ。東坂インター入り口、出口がないんですよね。東坂入り口ですね、出口がないので。反対側は出口ございます。こっち方面はもう東坂トンネル越えて料金所越えるまでは出口ないんで、山東まで5キロ、和田山11キロ、豊岡48キロ、現在46キロポストなんで、
48キロと言いますと、0キロ地点まで行って、まあ、降りてから2キロほど走ったら豊岡市街なのかなみたいな、そんな距離読みになってますが、まあ、2キロとかで着くような距離じゃなかったと思いますけどね。はい、遠坂トンネルが2585メーター、遠坂トンネル2585メーターに入りました。片側一車線のこのトンネル、これがお金かかってるんですよね、多分。なんぼ取られるんだよね。あんまり金額気にしたことはないんやけど、400円とかかな。凍ったやつが3度ではまだ溶けておらんとか、そういうこともあるから注意してくださいっていう話なんですけどね。制限速度ここから40キロ落ちます。急勾配で、遠坂トンネル料金所スピード落としきらへん、しかも凍結しているってなったら危ないんで気をつけてください。国道番号483、有料道路終点となってます。気温計は2度と書いてございました。7時52分42キロポストです。42キロポスト7時52分、大阪トンネル左方向を出てすぐに3棟の、これはインターでしょうかね、インターですね、多分三島インターです。内側に腰がおかしくなるわ。三島インター出られますと国道427号線、どうやったかな、国道27号線ちょろっと走ったら多分すぐ9号線に出ると思うんですけど、なくなる、もはよ抜いてくれ、もう間もなく右方向です。後ろコンテナのトレーラーが来たんですけども、今もう譲り区間終わるよっていうところになってめっちゃ加速してきましたね。すごいやからやわ後ろ。
3キロポスト7時54分、制限速度70キロの道路なんですが、70キロで走りますと後ろめちゃくちゃ煽られます。この道路本当にパトカーでも呼んでやろうかっていうぐらい煽られますね。40キロポスト、多分ね、この道路走ってる車90キロぐらいで走らないと気が済まないんですよね。和田山インター4キロ、豊岡42キロです。万丹道で降りていくと姫路まで64キロか。まあ今日は舞鶴道で来ましたけれども、姫路方面から来るんであれば万丹道で登ってきた方が空いてるしいいかなみたいな。万丹道行くまでが混んでるだけで、万丹道自体は空いてますね。ちょっと道路悪いんですけどね、ガタガタですけど、まあまあ私としては走りやすいイメージがございます。すごいね、霧が。からの合流です。35キロポスト7時58分、霧がすごいな、何にも見えへんな。和田山城に行ったらすごい幻想的な景色が見れるかな。まあこんだけ霧が出てて安全にたどり着けるかどうかを心配した方がいいですよね。
スタバへっていうよりは、切り込んだけきついのに後ろめちゃくちゃ煽ってきてますわ。はい、平田トンネル 620m 上り、結構きつい上り坂ですけどね、70キロそこそこで私も走ってるんで、70キロの道路なんで、文句言われる筋合いはないんですが、この道路走る車ね、本当に煽らんと気が済まん車ばっかりですからね、嫌いですわ道路自体。まあマナーが悪い。制限速度で走ったら間に合えへんとか言うんやったら、もう30分早く出ればいいじゃないって思いますけどね。ヤブインターまで8キロ、八日氷ノ山が12キロ、で豊岡まで34キロと出ました。 33.2 キロポスト、日高神鍋高原かなんかいう、現在新しくできました終点出口、あそこまで34キロかな、ほんなら、はい、33キロポスト、8時ちょうどです。33キロポストで8時ちょうどで、あずさ2号です。大倉部トンネル 1490m、 まあ、スピード違反しないと気が済まない車にもう今でもずっと煽られてますよっていうのはそうなんですけど、まあ煽る方の気持ちもわからんではないんですよ。まあ、70キロの道路50キロで走ってるとか言うんやったら、もう本当にね、嫌がらせされてもしゃあないぐらいの感じですが、70キロのところ70キロで走ってるんで別に文句言われる筋合いはないんですが、ね、追い越し区間、次の区間がまだ先でしょう。これトンネル出たらしばらく2キロぐらいは追い越し区間あると思うんですが、さっきのところで抜いとかへんかったらもうずっと70キロで付き合わないかんと思いながら、90ぐらいで走りたい車が後ろついてきてるんでね、90から100ぐらいで走りたいんちゃいますかね。あんまりね、覆面パトカーとか取り締まりしてないんですよね。だもんでスピード出さんと損やと思ってはるからね。別に無料区間なんで有料区間ではないので、お金払ってるわけやなしね、早く着きたいんであれば早く出なさいということです。31キロポスト8時02分、北近畿豊岡道です。はい、後ろずっと煽ってきましたコンテナが見えてきます。スレスレを目の前をうわっと入ってくるんちゃうか、こいつかましに来て、どこナンバーや、神戸ナンバーね、緩やかに入ったらいいのにうわっと入ったでしょ。だからちょっとなんか物言いたいんですわ、あれね。現在の気温4度 C ですね。気温4度、凍結はしておりません。矢印出てるけれども、秒が打ってるけれども、後ろに時代おるけれども、これは抜きに来ないか、抜きに来ないね、抜きには来ないけど次のところまで煽られるかと思います。30キロポストで8時03分、トンネル 1470m、 追い越し区間あんだけしかないんですよ。2キロとかしかないんですよね。2キロって正確に測ったわけじゃないんですけれども、追い越し禁止区間が終わってさあどうぞってでから1キロぐらいやと思いますね。でもう絞り込んでいって、もうあかんよっていうところまで合わせて、全部合わせて2キロぐらいあるかなみたいな、そんなないかな、1キロ半とかそんなんかもしれない、ね、あんだけの区間でその遅いわと思ってる車を一気に抜いてしまわないといけない。
まあ そこはもう抜く側が勝手に頑張ったらいいですよ。これ本当にね、40キロ50キロで走るような軽トラとかがおったりしたら、なんやこいつってなるんやと思うけども、他とも言うてるように70キロで走ってるんでね、まあそれでもガンガン煽ってきました。さっきのコンテナをね、神戸のボートアイランドのあのコンテナ、はい、ヤブシに入ります。ヤブシです。28キロポスト8時04分、ヤブインターまで 2.3 キロ、畑トンネルが 1810m、 舞鶴若狭自動車道も京都縦貫道も、そしてこの北近畿豊岡道もそうなんですが、田舎道走るのに、田舎で土地あり余ってんのに片側1車線なんですよ。初めから2車線で作ってくれたらいいのにね。なんでそこ出し惜しんだんか知らんけど、でもどうせ1車線で作ったんやったら追い越しゾーンなんか作らにゃええのにね。あんなことするから追い越しのやつが無茶なことをするから抜かれる側が危ないみたいなね。追い越しかける側はもうやけくそみたいなんで追い越しかけていくんで、抜かれる側がもう急ブレーキ踏まされたりとかね、もうちょっとで当たるとこやんけみたいな、無理やり来るなやみたいな、そんなことばっかりですよ。だからね、大嫌いなんですよね、この北近畿豊岡道。まあ何時に通ろうが、何月に通ろうが、何曜日に通ろうが関係ないですよ。いつ来ても不愉快。3度です。25.9 キロポスト8時06分、 25.8 25.7、 8時06分、ヤブ出口、出口あんのかな、出口だけか、ヤブ出口です。ヤブで出ると県道6号か。八日トンネル 2990m、 東坂トンネルよりこっちの方が長いですね。まあ、新しくできたんで、まあまあ天井も高い、道幅も広い、まあちょっと道路もこう綺麗。で、湯村温泉に行くルートなんですが、八日兵庫線で普通降りて9号線そのままトコトコっと行くと、もうそのまま50キロないな、もうあと40キロぐらいか、40キロぐらい走ったら着くんですが、まあもう一個先まで行って終点まで行って、県道4号やったかな、何号やったかちょっと忘れましたけども、県道で村岡っていうところ、村岡もまた9号線なんですが、そっちの方に山から降りてくるみたいな、だいぶ先っぽで9号線で合流するのはするんですけれども、そういうのもございます。なんでそんな方行かないかんかっていうと、手前で工事しておって大渋滞してるとか、事故してるよとか、事故の目やでとかいう時にはそういう抜け方もあります。乗用車はそんなに困ることないんですが、大型トラックとかに関しては
国道であっても通れない場所がございます。さっきの427やったか477やったかちょっと番号忘れましたけど、あれも多分福知山の手前ぐらいまででダメやと思いますね。ちゃうかな、福知山から南に行くのがあかんかったかな。なんかどっか通れないんですよね、国道も。だから迂闊には行けないっていうね。調べてから行くか、まあなんかしないとね。はい、終点まで本日は行きません、すいません。八日氷ノ山出口、八日氷ノ山は目の前見えております。入り口が見えております。八日氷ノ山インター出口です。あ、キロポスト見の忘れた。 21.7 キロポスト、 21.7 キロポスト、8時10分です。八日氷ノ山出ますと9号線、国道の9号線にぶち当たります。国道9号線右に行きますと藪の市街地ですね。ハローワーク藪とか藪警察とかあったかな、市役所とかもあったかな。なぜ藪の主だったものは9号線右に曲がったらあるかと思います。まぶしい、逆光にも程があるね。まぶしい。およそ300メートル53分の動画になって